ベース、今回はいろんな情報が来てるんで見ていこうと思います。なんかこういう系の動画撮るの久しぶりだな。はい。ということで、モンスター進化情報能力調整見ていきましょう。3月16日木曜日ということで、もうすでにね、実装されていますね。見ていきましょう。はい。まずこちら、ゼラが新しい進化実装されますよということで、こちらですね。かわいいですね。悪魔体力の、極み、スキブ4つ、封印指プラ、無効感10コン3つ声。で、進化スキル、ロックカードのキー回復時に2ターン 80% 軽減の進化18ターン。で、進化すると、ロックカードの、キー回復4個ずつ生成2ターンってことですね。はい。リーダースキルがキー6個で半減22倍、4コンボ加算、木にバインド耐性不要の HP2 倍、諸化性がバインドと無効感と毒プラスということで、まあ、これは、まあ、この後に出てくるノーチラスの相方になるのかなっていう感じですね。ノーチラスはあのバインド持っていないんで、こいつをリーダーもしくはフレンドしてあげれば、武器でね、バインドもらなくてもいいよっていう感じになるのかな。ただ倍率がそんなに高くはないんだよね。攻撃22倍の HP2 倍なんで、今基準で考えたらそこまでめっちゃ強いっていう感じではなさそうかなっていう気が、するかな。まあでもクリスマスメノアとかよりはマシなのかな。同じぐらいかなって何とも言えないですね。単体火力はそこそこ出ますね。で、無効貫通2個の10コン3つなんで、正方形組めば相当強いと思います。で、スキルの方が、ね、2ターンダメージ 80% 軽減なんで、これもね、ノーチラスの進化の補助になるんで、相性はいいのかなっていうふうに思います。拡大しようかな。よいしょ。で、ただね、これ、木と回復4個ずつっていうのがちょっと不安だよね。だから基本は、ノーチラス、ノーチラスでループして、サブにこいつ入れてロック解除要因として使うみたいな、まあ一昔前のセリカみたいな枠で使うのがいいのかなっていうふうに思いますね。まあ使ってあげたいな。見た目すごくいいですからね。はい。で、一部モンスターの能力調整がありますよということで、まずシーウルフの武器ですね。こちらスキルの方が、一旦がリターンヘイストになりますよ。ノーチラスの本体の方が、こちら1段階目の変身ですね。リーダースキルが、ちょっと強くなってるのかな。HP が 1.5 から2になってますね。で、進化すると、マシン体力、攻撃が追加されて、コイルがとんでもないことになってますね。約2倍になってますね。で、覚醒の方が7コンが1個消えて、無効感に変わっている。なんかこいつ、無効感消えたりついたりしない？気のせいかな。はい。スキルは一緒。リーダースキルがキー6個で、半減2コンボ加算が3コンボ加算になってますね。固定500万の木の HP 2.2 倍、攻撃が30倍が32倍に上がっていると。まあ、3コンボになったんで、ようやく使いやすくなったのかなっていうふうには思うんですけれども、今更かなっていう気がするな。まあ、本人の捨てがすごく高いんで、HP 倍率はすごく高いのかなっていうふうに思います。相方をさっきのゼラにした場合は、ああ、まあ、でもどちらにしろ回復力がしょぼいのか、そこはちょっと補わないといけないかなっていうところですね。はい。覚醒が弱いんだよな。いくらこの攻撃力になったからといって、この覚醒はちょっと貧弱すぎるな。まあ、エンハンスとかでうまいことごまかしてねっていうことなんでしょうけど、超重力でどのぐらい通用するかっていう感じですね。無効感前提になるのかなっていう感じです。はい。で、その武器の方が、2ターンヘイストになっていて、で、ブラックバードの方も2ターンヘイストになっていますよと。はい。で、次、アルトリウス。こちらの、変身前の方がリーダースキルが、軽減率が上がっている。で、変身すると、捨てがちょっと上がっていて、リーダースキルが、55% 減が 60% 減になってますね。これ、もともと村子さんの方で告知されていた分では変わってなかったんですけれども、こちらの公式サイトの方では 60% に上がっていますね。で、4コンボ加算の、総量30以下の場合、HP が2倍の攻撃が23が28に上がっていますね。これね、強いわ。さすがにここまで倍率もられると強い。実質 HP これ何倍？ 5 倍ぐらいあんのかな？ 5 倍くらいありそうですね。だったら、またアンタレスを4体並べてループが無双するんじゃないかなっていう気がするんですけれども、あ、ちなみに副属性もね、第3属性が追加されてますね。火力めっちゃ上がってて、耐久力めっちゃ上がっているんで、アンタレスループでまたいろんなダンジョン行けんのかな？どうなんだろうな。バンリューとかいいワンチャンいけんのかな。ちょっとパーティー考えてみたいなっていうふうには思いますね。今はね、その副属性の変更武器とかも充実しているんで、火力はね、一昔前よりもさらにがっつり上がっているんで、いろいろできそうだなっていうふうには思いますね。ちょっと考えてみようかなっていうふうに思います。はい。で、その武器の方が、列2個追加。これやばいでしょ、これ。この見た目っていうか、その、インパクトがすごいですね。もう火力バカって感じ。うわ、シバドラとかにつけたらエグいことになりそうだな。
スキルの方が、コンボ加算がついてますね。はい。で、整理の方が、変身後がスキルが、これ中身は、あ、回復ドロップも OK になりましたよと。で、リーダースキルが24倍が30倍に上がっていて、HP2.3 が 2.4 になってますね。ちなみにね、これ裏でちょっと試運転してみたんですけれども、あんま強くない想像以上にね、火力出ないっすね。まあ普通にリラフレカンストぐらいまでは持っていけるんですけれども、やっぱね、水ってのがちょっと弱いんだよね。今フリ属性なところがすごく多いんで、ちょっとね、コンスタントにダメージを取りづらいっていうところがあって、なかなか運用が難しいんですよね。で、覚醒もちょっと封印なかったりして、あの編成がだいぶ癖が出てくるんで、なんとも言えないですね。実質 HP4.8 倍で一見高そうに見えるんですけれども、回復で染めないといけないんで、回復タイプってやっぱりね、その全体的に HP 低いキャラクターばっかりになるんで、結局 HP2 倍の半減とそこまで大差ないみたいな、なんかそんな感じになっちゃうんですよ。そこがちょっともったいなくはあるかな。まあ、無理やりね、 HP 高いキャラを採用して回復タイプに変えるとかっていうことをしないと、ちょっと運用難しいのかなっていうふうに今のところは思ってますね。はい。で、武器の方が、水の方が回復トロッキョウがついて、で、闇の方がバインドがつきましたね。はい。で、ゼラの進化前っていうか、まあ、究極後ですね。こちらも強くなっているみたいで、ナナコンが効いて蝶つなぎに変わっている。で、捨てが上がっている。あ、なるほど。蝶つなぎが2つ持ちになるっていう感じですかね。はい。イラスト。美しいですね。これ、あれなのかな？赤ちゃんゼラがなんか見た目そのままちょっと大きくなったみたいな、そういうイメージなんですかね。髪の毛がロングになって、すごくこれはこれで大人っぽくていいなっていう風に思いますね。いいと思います。次、それらモンスターの含まれたゴッドフェスが開催されますよということで、これが、明日からですね。ラインナップがこんな感じで、はい、パワーアップモンスター入ってます。あとは、な、星5が入ってんのか。まあ、今回はね、石5個のゴッド S なんで、この辺も入ってるっていう感じなのかな。はい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 。一応ここに書いてるんですけれども、今回パワーアップしたモンスターの方が、確率 1.5% になっているんで、まあ、ちょっと出やすい。もともとその石10個のゴッド S で、フェスゲーム単体の確率って 1.5% になっているんで、まあ、実質2倍みたいな感じになってはいますね。狙いやすくはなっているんですけれども、ただこの中で今更欲しいモンスター誰って言われたらちょっとな。まあ、アルトリウスの武器が複数あると強そうなんで、そこが出てくれたらラッキーかなっていうぐらいで、まあ今引く感じでもないかな。まあ、この後にね、また発表するんですけれども、遊戯王コラボが控えてるんですよ。だからまあそっちの情報を見てから決めた方がいいのかなっていうふうに思いますね。すぐに引くのはちょっと待った方がいいと思います。はい。次、イベントが来ますよということで、石ログインでゲットありがとう。一度きりちょっとゲリラダンジョン、これは敵の HP や攻撃力がクリアしやすく調整されたダンジョンになっているということで、その能力調整されたゲリラが登場しますよということみたいですね。元々のゲリラが難しすぎると思いますね。ちょっと、ゲリラっぽくないというか、ゲリラって言ったらやっぱり僕のイメージだと、なんかラーのソーラーレーザーとかでポチポチして回るっていうイメージがあるんで、そういうのができないっていうのはちょっとなんか嫌だなっていう気持ちにはなっていたんですよ。で、このちょっとっていうのがどれぐらいちょっとなのかっていうのがすごいわかんないんですけれども、難易度はね、思いっきり低くしていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、それでスタミナがっつり取って、まあ、運営もね、それで石たくさん使ってもらえばいいじゃんっていうふうに思うんで、もっと簡単にしまくっていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。スタミナ10だそうです。で、ゲイラダンジョン2回出現。これは普通の方なのかな。はい。交換所の方が、なんかこういうラインナップが、追加されますよ。攻撃追加されるのはいいな。あー、でもこれ、異なる属性2個と元の攻撃1個、まあ、損だな。交換すると。まあまあ、普通に集めた方が良さそうですね。はい。で、これらも交換所に登場しますよ。P とかが取れるみたいですね。はい。予備闘技場にレアドラゴン出現ということで、絶対出現しますよ。降臨のスタミナ3分の1。お、芝ドラ、オデドラ、いいじゃん。僕が以前あげたね、無課金で攻略できる、芝ドラ降臨のね、動画あるんで、それよかったらね、皆さん試してみてください。はい。オデドラもちょっと頑張って、なんか考えたいな、せっかくだしね。はい。で、テクダのセミナー3分の1、こちらですよ、と。
期間限定ボーナスイベント、スタミナ変動かな、タマドラと一度きりと、っていう感じかな、はいですね。なるほど、頑張って皆さんシバドラ作りましょう。次、重大リセット、こちらも実装されているんでガチャ引いた方多いというふうに思います。ランク1100メモリアルガチャが実装されて、ラインナップがこんな感じなんですけれども、このうちこのガチャドラが出た場合はこの数字分さらにねフェス限が入ってるガチャを引くことができるんですね。でこれ僕5連ガチャドラ出たんで最初びっくりしたんですけど、普通にねプラス5体フェス限追加されて、でヒカリンワルリンとか出てくれたんで、えって思ったんですよね。だから逆に言ったらここ出てない人との格差がものすごいことになってんじゃないかなっていうふうに思うんで、ちょっと出てない人かわいそうだなっていうふうに思っちゃったかな。10連出た人とかいるんですかね。よかったらね、いたらコメントで教えてほしいなっていうふうに思いますね。はい。で、あとこの辺もリセットされていますよと。次、遊戯王とパズアのコラボが実施決定しました。これは公式サイトではなくて、V ジャンプの方の、公式で、先行公開された情報になりますね。はい。ちょっとだけ見ていきましょう。まあ、これ詳細は明日発表されると思うんですけど、僕ちょっと明日また夜勤で、ね、動画撮れないんで、今軽く触れていきます。ということで、遊戯10代と羽繰り棒実装ですよと。で、マジシャンオブブラックカオス、かっこいいね。はい。エルフの剣士、時の魔術師が、実装されますよと。で、なんかガチャがこんな感じになりますよということですね。ここちょっとサイト見てみようかな。V ジャンプニュース。まあ、書いてる内容は一緒か。はい。っていうことですね。で、さらに本日、村子さんの方で発表された、闇遊戯&三原神、城之内克也&人造人間サイコショッカー、マジシャンオブブラックカオス、そして遊戯10代&羽繰り棒見ていきましょう。まずは、三原神ですね。バランス悪魔神の闇闇、バインドスキブ4つ、封印指プラ、無効感4つ、冬ですね。捨て高。まあ、石10個だからね。スキルが一旦遅延の一旦指回復全員炎波2倍7ターン。まあ、一旦の威嚇スキルの付属効果としてはめちゃくちゃ強いんじゃないかなっていうふうには思いますね。全員にかかるんでね。リーダースキルが闇5個で5倍の、チームのレア度が全員違う場合全パラ5倍のドロップを3個以下で消せない。これはね、すごく縛りがきついんで、さらに追い打ちもコンボ加算もないんですよね。だから7億運用前提の性能っていう感じですね。リーダー運用する場合はね、レア度が9か。闇属性の9はね、チャコルとかアリナとかいるんで、ちょっとここ被るのはしんどいなっていう感じするんですけれども、そうか。ちょっとなんとも言えんな。だいぶ癖が強くて、強いのかな。ちょっと現状はパッとしないなっていう感じがしますね。はい。で、次、城之内、サイコショッカー、悪魔攻撃の、火闇、バインドスキルプラス、封印、雲、操作負荷、10根3つ、L 字、で、聴覚性に L 字が見えている、捨てがまあまあ高いですね。で、スキルが一旦、自分と火闇の炎波4倍の、一旦後に一旦ダメージ無効6ターン。これ強いんじゃないかな。これ、6ターン、まあ、一旦のラグがあるとはいえ、ダメージ無効が6ターンで打てちゃうっていうのは相当ね、やばいことになってきたなっていう感じはしますね。これだから、ボスのとどめに行けるかなっていうタイミングでこれ打って、で、足りなくて、次発狂食らうっていうところでダメージ無効でかわすみたいな、そういうことができんのかなっていうふうに思ったりしますね。なんか根性キャラっぽい感じもあるんでね。リーダースキルが火か闇の5個 L 字消しで半減22倍。回復4倍、3項目加算、攻撃タイプの HP2 倍。まあまあ普通かな。まあ、星6にしてはでも強いな。ダブル耐性だし。まあ、ヒアミパ、アウラウィザードとかのサブには入りうるのかなっていうふうには思いますね。はい。マジシャンオブブラックハウス。こちらが、悪魔攻撃の闇闇、ワインドスキブ4つ、封印、無効感5個で聴覚性に無効感が見えている。スキルが一旦落ち込んだし、闇目覚めの5コンボ加算、ドロリフ4ターン。落ちやすくなるで、盤面にいっぱい闇を作って、リフレッシュするっていう感じかな。で、5コンボ加算なんで、三原神と、まあ、相性がいいのかなっていう感じですね。リーダースキルが闇5個で、半減23倍、4コンボ加算、悪魔の HP 2.2 倍。なんかシンプルに強いな、こっちの方がな。はい。で、遊戯10代ですね。変身キャラになっていて、攻撃の光、光、バインドスキル3つ、封印。ダメージ無効の変身25ターン。リーダースキルは、
10% 軽減。10% か。まあ、割合 100% では死なないよっていう感じですかね。はい。で、変身すると、攻撃の光、光、バインド、封印、指プラ、浮遊、無効管、10コン、3つ、L 字。スキルは一旦、上限70億のロック解除、両端一列を光に変化3ターン。あー、これは強そうに見えるな。3ターンで打てるスキルにしては変換量がすごく多いん で本体の火力もしっかり出るんで、これはいいスキルですね。リーダースキルが光の HP 4倍、光5個で27倍、ダメージ 10% 軽減、3コンボ加算、固定1。強いな。HP4 倍で 10% 軽減ついてるから、実質 HP 4.4 倍かな。強いですね。シンプルに。しかも光のゴゲシリーダーって結構今数が増えてきてるんで、追い風なんで、すごく使いやすいんじゃないかなっていう風には思いますね。ちょっと使ってみたい感じはするな。いいと思います。はい。で、ここまでが今日発表されたモンスターっていう感じですね。はい。ということで、そうですね。とりあえず使ってみたいなって思ったのは、まず、アルトリウスですね。こちらをまた、アンタレスループでちょっと試してみたいなっていう気持ちにはなっていますね。で、武器もすごく強いんで、ちょっと作りたいなっていうふうに思います。そのぐらいかな。はい。ノーチラスとか、まだちょっとね、使う気が大きいんかなっていうか、ロイヤルノーチラスは救われないんですかね。そこは、わかんないんですけれども、ちょっとなんか手こ入れをそろそろしてあげてもいいような空気を感じるんですけれども、運営はどう考えてるんでしょうね。はい。そんな感じです。よかったら皆さんの感想も教えてください。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。真夏の動画もしま放送でお会いしましょう。バイバイ。